こんにちは、ハイジーです。というわけで今日はセブンイレブンさんなんですけれども、とんでもない、ちょっといじられる気満々なのかどうか分かりませんけれども、こんなの出すんだっていう新ラーメンを投入しておりましたので、それを買ってきつつ、他にもね、いろんな気になる新商品ありましたので、それも食べていこうのコーナーでございまして、まず早速そのラーメンなんですけども、こちらでございます。ティリーン、電子レンジ専用商品のビャンビャン麺、429円というものでございまして、これ何、ビャンビャン麺、この字いろんなのが混在してまして、馬とか長いとかそういう字がちょっと見えます。長いが2個あるな、もう何なら長い馬長いになってますけども、他の漢字たちからあいつなんかめんどくせえよなって嫌われてるタイプの感じなんじゃないのかなって心配になっちゃうような。はい、レンジで3分半温めましたら、あ、なかなかスパイシーな香りしてきますね。八角みたいな香りかな、ちょっと六角さんみたいな顔の僕が八角食べることになっちゃいますけども、具材的にはネギがあって、チャーシューがあって、こちらは、キャベツ、人参、もやしなんかが見えて、ここに赤いの。いただきます。さあ、では謎のビャンビャン麺を食べていきたいと思うのですが、まずこれスープがある、あ、待って、ちょっと待って、僕さ、ラーメンのつもりで買ったんですけれども、もしかしてこれ、あ、麺太っ、あ、なにこれ、超太麺、なんかひもかわうどんみたいなの出てきたんですけども、これがビャンビャン麺、え、嘘、こんなのセブンから出て、あー、すげえ、うわ、これジャンルは何、刀削麺なのか、うん、ん？めっちゃもっちりしてて大好き、僕この感じ、八角の香りがこれでもかっていうくらい押し寄せてきまして、迫力、これ今僕何を持ち上げてるのかもう分かんない。こう見るとやっぱりね、汁なしでわざとかっていうくらいの色ムラ感もあるね。ではちょっとこのお肉と一緒に麺を食べてみるっていう感じでいきましょうか。うん、うん、また旨味アップ、すいません、これ今のところ相当おすすめ。昔上野で行きました国一麺さんっていうラーメン屋さんがありまして、そこがね、めちゃくちゃ太麺なんですよ。で、その麺とこの麺が割とビジュアル的に近くて、こっちの方がさらにもちもちしてるんですけども、スープがない分、スープがなかったりするので、また僕はこのお料理をどう捉えて、どこにカテゴライズして食べたらいいのかっていうのが今わかんない状態なんですけれども、一応ラーメンだと思って買ってきたんですよ。汁なしラーメンとして食べてるイメージなんですけれども、混ぜていくとすごくね、ホワジャオの香りがまた漂ってきたのかな。これね、こう持ち上げていきますと、なんか全部がしゃぶしゃぶの豚バラ肉に見えてくる感じもありますし、結構ね、辛くて結構しびれる、結構エキゾチックで、お野菜に関しましてはね、はっきり言って全部シャキシャキ、このシャキシャキお野菜ともっちり麺のこの食感のコントラストがまた気持ちがいいので、僕が思ったのは、あの赤いさ、玉みたいなやつを全部今崩して混ぜちゃったじゃないですか。それを別に混ぜずに避けるっていう作戦もあったりとか、自分でこのくらいだけ混ぜとこうっていう風な調整ができるのが優しいよね。うん、美味しい。ヒーヒー飛び上がるような辛さではなく、やっぱり旨味残しの辛さで、しびれ系の辛さっていうイメージでございまして、しび辛の感じがもうね、食べた瞬間に気持ちから体から元気になる、すっと元気になるようなイメージかな。バイト先に今日調子が悪いから休みますって電話した次の瞬間、なんか知んないけど体がすっと軽くなって元気になっていく感じ、それに近いくらい、うん、うん、めちゃくちゃ美味しかったです。続いて気になりましたのはこちら、ジューシーな旨味、鶏皮揚げガーリック、税込み172円のものでございまして、ハイジーって鶏皮好きじゃん、なので買ったんですけども、これはですね、なんと召し上がり方は
温めずにそのままお召し上がりくださいとのことで、お手軽でございます。まあ温めてもいいんですけども、温めないのが基本でございます。お皿に出していきますと、今ねこれで全部なんですけども、むちゃくちゃなガーリック臭飛び込んでまいりました。では食べていきましょうかね。うん、なるほどね。これね、あのお弁当の中でさ、冷えちゃった唐揚げがあって、ちょっともう衣とかももうカリカリじゃなくてボソボソしながらもなんか異常にうまいってやつあるじゃん。その感じの衣だね。そういった食感をめでようじゃないかという商品なのでしょうか。10分どん兵衛みたいな、わざとかなり伸ばしてから食べる、それが美味しいみたいな感じなのでしょうか。僕は鶏皮といえばやっぱりさ、焼き鳥の鶏皮とかが大好きなんですけれども、そういった鶏皮の旨味をダイレクトに感じたりするようなものではなく、もう衣についたかなりパンチの強いニンニク感を楽しむと。ビールとかを飲まれる方がセットで買うことを見越した商品なのかと思われますが、もうほんとびっくりするくらい弁当の中で冷たく固まっちゃったあれだね。だからその横に弁当の中で冷たく固まっちゃったあのご飯も置いといてくれたら、セットで買って楽しみたいって思っちゃうくらいあれです。グニグニでさ、もうかなりさ頼りない食感になっちゃってるというか、任天堂スイッチの裏にあるさ、パタンって出して使えにする あれくらい頼りない、ちょっと押したら向こうすぐ行っちゃうみたいな、あの感じのような食感。あと今更ですけれども、もうちょっとオーブンとかで加熱してカリッとさせてもいいのかなっていう、本当今更なんかごめんなさい。これも気になるよね。からしマヨネーズで和えたおつまみカニカマ213円なんですけれども、これはもうね一部で神商品と言われているすごいやつだそうでございまして、カニカマだけでも美味しいのに、それをねからしマヨネーズで初めからあえてくれているという気の利いたものでございますが、早速じゃあ一つまみして、あーうわー、なるほど、美味しいでしょうね。もうこういうの大好きだ僕。おーもうまいよー。なんじゃこの罪悪感。キリッとしたマヨネーズっていうイメージのものかな。それでさ、噛めば噛むほどこのカニカマの旨味が出てきちゃって、それをまたねからしマヨネーズが引き立てているっていうイメージのものでございまして、考えた人がもうすごい。で今後は別にこれ買わなくてもカニカマ買ってきて自分でからしマヨネーズをあえちゃえばいいじゃんっていうことを思うかもしれませんよね。僕もそれ一瞬思ったんですけども、自分でやるには罪悪感があって無理だわってどっかで思った。自分で買ってきたカニカマにからしマヨネーズをあえるのって罪悪感が邪魔するなっていうことを思うと、サンキューっていう商品。うん、いや進む、黒ウロン茶進む。最後に登場しますのはこちら、セブンの大ヒット商品、イタリアンプリンの抹茶バージョン、宇治抹茶イタリアンプリンということでございまして、それは宇治抹茶の味にした時点でイタリアンって言っちゃっていいのっていうこともありますが、サイズはもうこんなもんです。はい、そんなに大きくないんですけれども、もう早速こうスッとフォークを入れまして、はい、この感じでございます。ん？超滑らか濃厚で美味しくて、とにかくこれびっくりしました。こんだけさ緑色でさ、完全に宇治抹茶感丸出しの癖して、口に入れた瞬間に飛び込んでくるのは宇治抹茶感よりもはるかに濃い卵感。たまにいますよね、そんな筋肉質なのに吹奏楽部なんだっていうタイプの人。その感じでもう見た目でそんな感じなのに、あれ実際の中身そうなんだっていうびっくりが味わえるイタリアンプリンで、最初に僕宇治抹茶味にした時点でイタリアン感消えてないみたいなことを言ってたと思うんですけども、イタリアン感消えてませんでした。
むしろ宇治抹茶感がかなりね控えめ、集合写真の真ん中にいるくせにちょっとうつむいてる人みたいな、その感じ。うんまこの程よい抹茶感いいね。ね、みっちりした食感もいいですし、僕ちょっと前に食べましたレーズンサンドの抹茶バージョン、セブンのあれに関してちょっと抹茶が強すぎて苦言を呈してしまった感じはあったんですけども、これは程よくてめちゃくちゃ美味しい。弾力はある感じするんですけども、口の中で滑らかに溶けていく感じがすごくまたいいです。食感から味わいから相当いいです。はい、ごちそうさまでした。というわけで今回はセブンの4商品食べたんですけども、一応個人的におすすめランキング発表しますと、1位もちろんビャンビャン麺で、2位がこちらのイタリアンプリン宇治抹茶味でございまして、3位がカニカマ、4位が鶏皮でございまして、上位2つに関しましては特にうまさを誇っておりましたので、おすすめでございますっていうのはいいんだ、それはいいんだ、それはいいとして、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、ギルティーチャンネルさんからのコメントで、顎投げにはみんなの顎も伸びてほしいという思いが込められていたんですね。もう少し身長を伸ばしたいと思っていたところなので、感謝してますじゃないのよ。顎が伸びても身長に換算されないから、こうしゃくれ上がってこう伸びた場合は別。